トンフィールド北海道です。北海道日本ハムファイターズ対千葉ロッテマリーンズ、この一戦をお送りいたします。ファイターズの先発は左の加藤、対するマリーンズの先発は右の佐々木、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。バッターは4番郡司、今日はサードゴロとレフトが第9インハイ際どい球ボール、打った、打球はレフトへピット、レフトからファーストへ、郡司いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、上川畑今日は三振とセカンドへ打ちました。ファーストの右ゲッツーコースだ、外取った、2塁フォースアウト、1塁送球アウト、ゲッツー、マリーンなおもピンチが続きます。ここまで2安打の万波、第2球投げました、見送ってボール、投げました、決まった、ストライク、第4球はファルチップ、振っていきましたがかすっただけ、投げた、高め、ストレートは外れてボール、163キロ直球、空振り三振、三振に切って取りました。7回の裏が終わりまして2対0、ファイターズラッキーセブンは無得点で終わりました。佐々木見事な完封勝利、マリーン2点差で逃げ切りました。さて、今日のヒーローは見事完封勝利を収めた佐々木、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対0、マリーンズ2点差で勝ちました。勝利投手は佐々木、敗戦投手は加藤、マリーンズ今日は手に汗握るゲームを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、エスコンフィールド北海道よりお伝えいたしました。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の佐伯、対するベイスターズの先発は左の東、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。ベイスターズピッチャー交代です。佐々木降板、マウンド上は坂本、今日4人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。7回の裏、タイガースラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは佐藤、今日は三振とセカンドゴロ、ストライク、タイミング合いません、ファウルボール、投げた、打ったいい当たりだ、ヒットになります。佐藤一塁回って二塁へ、ツーベースヒットを放ちました。左バッターボックスは6番前川、今日はデッドボールとセカンドゴロ、投げた、さあ次の投球、投げた、2球目空振り、タイミング合いません、投げた、ボール、投げました、引っ張った、さあ投球は5球目、投げました、アウトコース低め、見逃し三振、ランナー1人を置いて迎えるバッターは梅野、第9、危ない球、第2球投げました、ボール、第3球はアウトコース低めストライク、第4球を投げました、スクリーンは空振り、外のボール球を振らせました、投げました、打った、第6球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは8番木南、ここまで2三振といいところがありません。スクリーンはボール、まずは内角低め投げた、高め決まってストライク、投球これから4球目、スクリーンはボール、第5球投げた、打ちました、三遊間のゴロ、森ボールを取る、ショートから一塁送球、飛び込んだ、アウトです、一塁がアウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー佐藤残塁に終わりました。7回までが終了しまして3対0です。ベイスターズ2点差で逃げ切りました。
投手は山崎康晃、敗戦投手は才木、森岡、伊勢部が引きます。さて本日のヒーローはオースティン。今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対2ベイスターズ2点差で勝ちました。勝利投手は山崎、敗戦投手は才木、そして西武は堀岡。ベイスターズ今日はなんとか逃げ切ることができました。次のゲームも期待したいと思います。実況担当は堂前秀夫で甲子園球場からお伝えしました。